久々にモーローンをやっていきたいと思います。前回アップした時より、だいぶ間が空いてしまいました。このままでは、浪人が出てしまうので、なるべく早くクリアに向けて進めていきたいと思います。この作品は2王と比較して、属性しかり、防具しかり、理解しにくいところがあり、ゲームの難しさだけが先行しているので、やりにくいところがありますね。おかげで味方の義勇軍どもがブルっちまってよ、動こうとしなくなっちまってお前も義勇兵なんだろ。一味違うところ見せろよな。期待してるぜ。雑なものにだが敵たちはもうスコール。兄者に従いこの谷に参陣したが、手勢の少ない我らだけでは攻めあぐねておったんだ。久々なので索敵もないがしろです。これまでの連中とはちっとばかし雰囲気が違えな。
なかの手だれと見た。おい下がってろ。俺が相手する。流行るは下策、それがしに任せ。聞かれよ。見事一気加勢に攻め立てようぞ。さすがは猛将のお二人、お仕事も早くて助かります。関雲と異の刃を持て、乱世を打ち払わん。長吉様のお出ましだぜ。禁物にござる。落ちたのでカット。俺と雲長の兄貴、本気でやり合ったらどっちが強いと思う？愚問を申すまでもない。一番強いのは玄徳の兄者よ。言えてる。違えねえ。武勇だけでは世や人は救えぬ。だからこそ我らは兄者についてきたのだ。玄徳って誰でしたっけ？廃止を掲げすぎる。
崖下から攻略。戻る方向に進んでいるのでカット。
倒していきます。積み上げたんだろうな。
って必勝です。死んでますね。Thank you.
崩れて落ちますね。で、落ちました。私が押されるとは。黄金の親玉、早いとこ見つけてぶっ飛ばそうぜ。滝の奥から妙な殺気を感じる。ここで立ち止まっておる暇はなさそう。この流れが全部酒だったらどんなにいいか。無駄口を叩いてる場合か、エキトク。落ちなかった場合のルートの散策です。用心して進まれ。なんだこいつら、えれえ潮らしいじゃないか。腹でも減ってんのか。物欲しそうな顔しやがって。
今までのルートで取り逃がしがなかったかチェックしてきます。滝前までカット。ショートカット開通。これは千金にも勝る品ではあるまいか。鮮やかなお手並み、あっぱれにござる。
おお、まさしく貴殿にふさわしい一品。ボスですね。敵は目前に迫っております。ここはどうか撤退のご指示を。臆しろ、ただひたすらに好天の世を目指すのだ。我らの道を阻む者だ。悔い改めるがよい。我が術、かわせる者ならかわしてみよ。
ごたくはあの世で並べやがれ。兄貴、久しぶりに例の。もたもたすんなや、ほら。天なる竜よ、我らが固き絆と志、ご昇覧あれ。無法者？上等だ。腐った役人は法じゃ裁けねえ。義による刃で手にかけた悪党は数知れず。だが拉致が明かねえ。戦続きじゃ善人ばかりが死んでいく。この部は罪なき人々を救うため振るうべし。ただの荒くれでは終われねえ。世に笑顔を取り戻してやる。青龍のごとき強き義兵の志を持って。グッときたぜ。うん、久々に魂が震えたぞ。兄者、ご無事で。黄金の兵らはここから撤退したようだ。祭壇の奥から高層へ抜けられよう。我らも後を追う。また会おう。それまで勝手に死ぬんじゃねえぞ。10万対2万だ。策はあるのか。曹操殿、いずれかが餌となり敵を引きつける。その隙に別動隊が聴覚を狙う。悪くない。だがどう迂回させる。聴覚もバカではない。備えを残されると。おお、ん？先ほど見つけた裏道です。攻めるならここかと。気に入った。とんだ拾い物だ。こやつはわしが連れて行くぞ。好きにされよ。虎殿は言い出したら聞かんからな。この孫権についてこい。手柄を立てたいのならな。ここで終了です。それではまた。